毎度、物理系研究室、非公式 VTuber、小田井涼子です。今回は、ヘドラマックスとのコラボ動画第5弾です。ヘドラマックスは、株式会社、ワンダーシェアソフトウェアのソフトです。このソフトでは、260種類以上のたくさんのテンプレートを直感的に編集することで、魅力的なスライドを作ることができちゃいます。無料版もあるので1回どうぞ。リンクは概要欄にあります。全体の紹介動画は以前のものを見てもらうとして、今回は新機能テンプレートコミュニティの紹介です。ヘドラマックスは、ちょくちょくアップデートが入って新機能が追加されてますが、テンプレートコミュニティは、そんな新機能の一種です。ちなみに数式も使えるようになりました。ヘドラマックスでは、すでにたくさんのテンプレートが用意されてますが、自分が使いたいデザインともう一声違うって時ありますよね。そんな時に便利なのがテンプレートコミュニティです。このテンプレートコミュニティでは、ユーザーが作ったテンプレートが使えます。普通のテンプレートを選ぶ時と同じようにカテゴリーを選んで、気に入ったのをクリック。このテンプレートを使用するボタンを押すと編集できるようになります。ここからはいつも使ってるのと同じように使えるので、微調整を加えるなり、テキストを変えるなり、そのまま使うなりするといいです。ちなみに、編集画面の右上にある紙飛行機ボタンを押すと、自分で作ったテンプレートをコミュニティに投稿することもできます。私も一個あげてみましょう。超電導に関係した図の詰め合わせです。磁気浮上とマイスナー効果。四端四方の図を作って。ポチッとな。タイトルと説明文。タグを設定して。これで OK です。皆さんぜひ使ってみてください。ちなみに、テンプレートコミュニティを使うのには、プレミアムライセンス、もしくは更新タイプのライセンスが必要なので、気をつけてください。そんな感じで新機能、テンプレートコミュニティのご紹介でした。学生、教育機関向け割引もあるのでぜひ、コメント、ご意見がありましたら、コメント欄、質問箱等でお願いします。チャンネル登録、高評価、Twitter フォローよろしく。ほなな。